こんにちは。すごいパワフルだ。よろしくお願いします。ね、こちら、今治会館さん川名公園というので2回目になります。2回目ですか？そんなに来てました僕。2回目ぐらい。一緒にデュエットももちろんこう。ダイエット？ダイエット一緒に歩いてデュエット。今日も頑張るぞ。頑張るぞ。じゃあ、リサ君びっくりしましたよ。ちょっとね、私ちょっと地味かなと思いながらフラで出ましたけど、どこが地味なんですか？やっぱりね、普段キャサリンがうちの奥さんがやってくれてる分をね、やっぱりあの人に負けたくないので、派手さでは。で、今日はね、最初からね、キャサリンが来ない分翔吾君手伝うよって言ってたように、せっかくだからちょっと。まさかそこまでとはサプライズ、有言実行ね。本当でも派手ですけど、大体これ普段着なんで、私大体こういうのがみんな振り返りますよね。大体こういうので歩いてますので、本当だ、多分この自分が持ってる服の中では多分一番地味なやつを着てきたんじゃないですか。ああ、これってやっぱ地味なものですね。そうですね。ダンプネリさんが今日の翔吾君の方が派手だったよ。本当ですか？おじゃりさんに参りました。今日はそうですか。ありがとうございます。すいません、そうですね。今日はありがとうございました。本当に今日は良かった。皆さんがね、すっごく喜んでくれて、なんていうんですか、ステージっていう形を作らなくて、今皆様が普通に今座っているところから今日一歩も動いてないですからね、あの人たち。あそこでご飯を食べて、あそこで休憩をして、あそこでなんかそうした状況で、あそこのまんまですので、そこで翔吾君が今度は逆に近づいてきてくれるっていうのがすごく良かったと思います。こう近づいて、こう皆さんの目を見るとすごくキラキラしてね、良かったと思う。キラキラしてた。はいはい。なんか錯覚してません？なんちゅうごいよ。キラキラしてたとすれば、キラキラ光るあなたを見て、それが反射してたんです。目が反射して、そう、それはやばいよ。さっきね、反射で反社会とか言ってちょっとまずいかなと思って。まずいですね、これはまずいですね。それはうちがブラック企業と言ってね。ちゃダメ。言った僕何も言ってる。でも本当ね、翔吾君が言うほどうちの会社悪くないですよ。僕何も言ってないんだよ。ありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとうございます。今日は頑張った。まだもうよろしくお願いします。なんかね、本当に言って悪いんですけどね、この暑いの、この夏。そうですよね。ね、こういう生地ね、暑くてね、脱ぎたいなと思ったけど、最後の方までまたこの人ね、私と一緒に歌いたいとかで一曲入れるもんだからね、ずっとそれまで我慢してたもん。ありがとうございます。本当は脱ぎたかった、脱ぎたくて。ジャリーさんだけにジュリーの曲を。あ、そうですね。よかったです。ありがとうございます。勝手に仕上がるって感じ。うまいな。9月の20何日ですかね。28、なんかその辺ですね。はい。やりますので、桜ひまわり会館桜の納涼祭をやります。その時にまたね、ご近所の方、多分ご近所の方見てないと思いますけども、もしよろしければお誘い合わせの上、ひまわり会館桜の方へ来てくださると、その今度はあれですね、翔子君だけでなく、翔子君と一緒に涼花さん、ジョイントコンサートでやりますので。できれば今ご近所さんとかの調整が取れれば、櫓ではないけども外でやりたいなと思いながら、外でやるとね、やっぱり皆さん近隣の方にも皆さん涼花さんとか翔吾さんの声がいけるじゃないですか。そしたら皆さん喜んで来てくれます。じゃあ観覧はもうそうねできるような。でまあ音聞いた人はお金取りますよって感じで。まあね、そういうのねやっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく楽しみです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。小さく聞こえる、まるで耳を塞がれたよ。